戸田うじのりは、江戸時代中期から後期の大名。美濃国大垣藩の第七代藩主。大垣藩とだけ八代。藩主として、前世を行うとともに、幕府老中として惑星に携わり、幕府財政改革に成功したほか、ロシア戦大行の折は、外交問題にも関わり、国家の数期に携わった。大垣藩政では教育、治水、藩の不況を図り、 大垣中高の名主と評された。法暦5年12月8日、上野国立林藩主、松平武本の逸尾に生まれる。署名は松平元木武本は、水戸徳川家の連氏府中松平家から落ち松平家二代、松平武雅宮の養子に入って三代を継ぎ、老中となった。元木は、大垣藩六代藩主、戸田氏への養子となって、戸田氏則りを名乗り、 家徳相続により、14人した、自重運営目線に助任された。創社版、自社奉行、側用人と昇進し、完成2年11月16日に老中に任せられた。完成4年9月3日、ロシア帝国の施設ラクスマンが、漂流者である大国や高田ダを伴い、江戸地に来航、通称を求めてきた。高田ダが漂流して、イルクーツクに流れ着き、 シベリア総督に帰国願いを出したが拒否され、帝都サンクトペテルブルクに移送されて、女帝エカチェリーナ2世に越見した上で、この度の同伴となったとのことであった。幕府は目付、石川忠ふを派遣し、会談させることとなった。翌完成五年6月27日、石川忠ふと村上大学により、三度目の会談をして、老中、松平沙田信により、 長崎への開港を求めさせた。ロシア側は、シベリア総督の公文書と遭難者引き取りを要請してきたが、幕府は遭難者の受け取りのみ応じた。ラクスマンらは不本意ながら一部目標は達したとして、帰国の途に着いた。今日は2年2月23日、前年のラクスマンら施設の来航などに伴い、北方の大国ロシアにエゾ地進出の兆候がありと判断。 エゾブ行を設置して、エゾ地を幕府の直轄地とし、エゾ地のロシア進出に対応策を打った。文化元年9月6日、非全国長崎にロシア帝国の施設レザノフが恐竜民を連れて来航し、通航を求めてきた。幕府は目付、け、遠山影国をもって意向を伝えるべく長崎に派遣した。翌文化2年3月7日、前年来航し、 通行を求めてきたレザノフに対して、日本の通商対象は、清市、朝鮮、琉球、オランダであること、交易については我が国の有用な貨幣を失って、風俗を乱すものであること、通信は、国金としているなどのことを説明し、再び退去させた。この時の対応は、ダクスマンの折よりも厳しく応じたもので、千年出脚した松平定信の政策を受け継いだ。 松平信明が罷免されたため、幕閣に現状維持派が台頭したことと、公益国を独占戦としたオランダの工作があったことによるという。レザノフは漂流民を連れて19日に退去した。文化3年1月26日、幕府は日本に来航するようになった、ロシア戦を恩便に退去させるため、文化の名で恵む礼を発布した。これにより幕府は、 ロシア船を発見した場合は説得して退去させること、必要な場合は竹に水、食料を与えること、決して上陸させないことを申し渡した。ロシアが果たして従順に帰国するかはこの折は不透明であったが、幕府の対外政策は解剖からエゾ地の領土化、鎖国の励行に重点化されていくこととなった。こうした柔軟策が取られるようになったのは、 ロシア側の意向である、元より、ロシアは、戦争を好まずという一条が記述されており、ロシアによる、北方進出の危機を起有と見た、宇治典ら幕閣の意向が大きく作用しているという。今日は3年12月、老中取座だった、松平信明の辞職後に、次座であった宇治典が、公認の老中取座になった。幕閣の一人として、主に幕府の財政を改革するなど、 多大な功績を残した。幕府財政は、対外問題や将軍、家なりの浪費から、文化年間に入ると、形状収支は赤字に転じたため、文化2年6月に、経費削減のために代官を減因し、減因した代官に割り当てていた、幕府直轄料を大名に預けたりした。また、大垣藩でも、教育や治水について禁剣し自ら模範となり、次藩の財政や、 武変の増強を図った。大垣中高の名主と称され、加藤枝直に、高余り若を学べこれを良くしたという、文化3年4月26日、老中在任のうちに没した、去年52、没後十三味を増与された。ありがとうございます。